はい、次、渡辺。はい、それでは行きましょう、渡辺の面白かわいい一言どうぞ。ねえねえ、お願い、靴の匂い嗅がせて。なんでよお前、なんでも食いついてくんな。かわいすぎ、かわいすぎでしちゃうねん。4日履いとるな。履いてない、履いてない、ちょっと匂わせて、匂わせちゃうねん。すごいな。あ、大丈夫やった。あ、言うなお前。俺の4日履いとるな、全部消えるやん。次いける人、小谷。はい、小谷の面白かわいい一言どうぞ。お父っつぁん。ようそれで出てこれたな。なんか言わないとあかんと思ったけど、なんか言わないとあかん、なんか言わないとあかんって言うたらお父っつぁん出てきた。いや、面白かわいいというお題には一番合ってたかもしれんな。はい、次行きましょう、山田いけるか。その手の上げてる高さに内容比例してへんか、大丈夫か。なんか低いけど、いけんねえな。自信はないけど。自信はないんやったらもう帰ってくれ。東京無線呼ぶぞすぐ。いや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 。それでは行きましょう、山田の面白かわいい一言どうぞ。なあ、雨降ってきたで、一緒に帰る。よし、帰ろうじゃ。ああ、なんで蹴るの。お前どういうストーリーやん。お前ほんまに大阪帰れよ。お前原付で帰れよお前。